いいんじゃないの。いい場所でいいよ。火曜日も確か3時ぐらいまで。じゃあ4時、4時ですよ。あれ、あれ、近いです。
まして、夢見る頃を過ぎた親父タッチバンドゼロマと申します。大体30年ぐらい前の、若い頃やってた曲をセルフカバーの、オリジナル曲ばっかりなんですけど、やっていて、今聴いてもらった曲は、イメージシティフォーユー、イメージシティフォーユー、アフェクションフォーユーって曲でこれもオリジナル曲です。で残りあと4曲も全部オリジナルになると思うんですけど、もういましたけど今みんな知らない曲だと思うんですけど、カバーもあんの？カバーないです今回よかったら聴いてくださいI'm not afraid to die.
曲紹介いいね。そんなわけで、学校祭バンドみたいで、これ、おニューの T シャツで、ドラムの、村上さんの弟さんがプレゼントしてくれました。いや、ありがとうございます。一人一人ね、ネームも入ってるんですよ。でしょ？でしょ？で、背中がいいの。なんか、本当学校祭みたいで楽しくやらさせていただきます。で、次の曲がその30年前ぐらいに、最後の、曲、うん、で曲名はね、もう一回山中から言ってもらって始めます。では聴いてください。マジカルアゲイン。間違ってる。そう、合ってる合ってる合ってる。合ってた。マジカルアゲイン。あ、OK です。OK ですか。失礼しました。
風邪引きさんでございまして、いつもいざって時に結構風邪引いちゃうので、今もちょっと言い訳しながらさっきもちょっとリハーサルさせていただいて、途中もうそろそろですね、あのサボるとこあるかもしれませんけど、付き合ってやってください。よろしくお願いします。で、僕らの中では次の曲がですね、僕らの中では、一番ハードな曲でございます。そうなんです。バラバラになるかもしれませんけど、長さで言えばちょっと短いんで我慢して聴いてやってください。曲名は、はい、はい、曲名はソリチュードです。誰も気づかない、街の片隅で初めてやらせてもらって本当にありがとうございます。まさん、ありがとうございます。はい、2年越しで、であの HBB さん、すいません、あのいろいろ YouTube でチェックさせていただいて、もうあの最後の曲ですけど、前座精一杯やらせていただきましたので、本当にやってください。もうこれで多分息切れしちゃうんで、次、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。というわけで、あのお決まりなんですけど、最後にメンバー紹介やって、今日は本当は MC 彼がやるってなったんですけど、予定を変更して、もう入っちゃって
くんのね、ギター工藤直樹、いやちょっと段取り間違えました、僕でキーボード鍵盤2台並べて弾いてます、キーボードイリア・ヒロキ、やで、ベース、ベース、ベース、山中ひろゆき、やうちの裏番、ドラムス、村上和也、で、私、ボーカル、新田リーチでございます、どうもありがとうございました。で、最後の曲は1973年のピンボール、エブリバディ、エブリデイ、エブリデイ、掛け声ありますんでよろしくお願いします。
アンコールってないんですって。今のお帰りでした。ありがとうございました。本当にないの？アンコールしないと。